えー、皆さんこんにちはスクエ,アエニックスのプロデューサーときたたかしです、えー、ライブアライブいよいよ本日発売となりました、えー、本作品はですね28年前に僕が初めてディレクションを担当して、えー、初めて企画をゼロから起こして作った RPG です えー『7つの世界』プラス「えー、と中隠しの中世編」という形で、えー、8つの世界観からなるオブニバスの RPG です、まあ。いろいろな世界観キャラクターそしていろいろなゲームシステムを楽しめる RPG となっております。そして、えー、最終的に「衝撃の結末が待つ」というような、えー、語り継がれている、えー、伝説的なゲームとしてあの皆さんにあの愛されてきたゲームです。ア、えー、アジア版で、えー、皆さんに新しいこの衝撃の展開をを味わってもらえることを 期待してます。えー、ぜひ皆さんライブライブ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。<laughs>